ライレローズは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドマルヌ県の都市。Y に、トレマが付く地名はフランスに4カ所しかない、珍しいものである。県内でのライレローズの位置ライレローズは、ビエーブル・川谷の上にある。コミューン内には、世界最大級のバラ園、バルドマルヌバラ園があり、約3200種のバラが栽培されている。キリスト教に改修した。 クロービス一世は、現在のライレローズを含むパリ郊外の領地をパリの教会へ寄進した。最古の記録は、ライアクムの土地はすべてパリの教会のものと確認したカール大帝の798年の検証である。ライアクム、またはラギアクムという名前からは、かつての所有者であったローマ人の名、ラギウスから派生したことが伺える。数世紀経って、小村だったライは、 町最古のトゥルヌ湯通りから成長し、大となった。ライレ・ローズは粘土質の土壌を持つために漆喰と採石。二つの電ガ関連の町工場が産業の発展に寄与した。1950年代には数百人以上の雇用を生み出していた。21世紀に入って市は、市の新庁社建設のために、環境に優しい自然由来の素材復活に取り組んでいる。 ありがとうございます。